ははい皆さんこんこにちはジョーです今日はですねグラスノードのウィークリオンチェーンのレポートを皆さんと一緒に見ていきたいかなというふうに思っています、えー、今日はですねビットコインのトレンドがもう変わってきたんじゃないかということでこちらのタイトルにもあります通りシフティングタイズということで波がですね、まあ、変わっていくんじゃないかというところを今日はまず見ていきたいかなというふうに思っていますで今日のレポートはですね先ほども申し上げました通りビットコインについてで今ですねこのレンジでの相場が続いているわけなんですけれども これがまた上に向かっていくのか、もしくは下落に行ってしまうのか、まあこういったところが一つですね。まあデータを見ながら、まあ一つ何かのひしらのヒントになればいいなというふうに思っています。まずはですねこちらから見ていきましょう。こちらですね、リアライストプロフィット、つまりもう確定した利益がですね。どれぐらいこの過去のえっと2020年の4月ぐらいから生まれているかというところが。 まあ、チャートで表されているんですがこのマーケットの今の水準というのはやっとですねプロフィットが少しずつ出始めているよような状況でありますよねでこれっていうのは2020年の大体7月8月9月ぐらいの水準なんですけれどもこのまたプロフィットが戻ってきたっていうのは、まあ、一旦ちょっとブルーマーケットに向かっていくような一つ期待の中で。 まあ注目をされているような一つまずのターニングポイントチェックのポイントにはなっているかと思います。で、えー、続いてなんですけれどもじゃあロス、まあ、つまり、えー、とリアライズされたロスっていうのはどうなっていくかっていうと今現在ですよどん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 減っていると。でこれは過去、まあ、ブルーマーケットに入っていく前ぐらいのタイミングまで減っていってるんですよね。でこれってあのロスと プロフィットまあ別々に分けてみるとちょっと分かりづらいんじゃないかっていうような考え方もあると思うので、まあ、一緒にしたものがですねこちらなんですけれども、まあ、これで見ていただければ分かります通り、えー、緑の部分がですねプロフィットそして赤の部分が ロスということなんですが、全体的に合計してみてもマスコシーツ今プロフィットに向かってきているような状況ですね。で、過去1年間ちょっと見てみると、まあずっとですね、まあロスが続いていて、ロスの深さっていうのもまあ1回2回3回というような大きな波が来て、どん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 深くなっていった末、今プロフィットになってきているというような状況なんですよね。で、過去、えー、一旦ちょっとですね、プロフィットにまあ入った。 ようなタイミングもあったんですけれどもこれぐらい明確に全体的なプロフィットが出始めたというか利確され始めたというのは今のマーケット環境が久しぶりなので本格的な一つリアライズドプロフィットという観点で見るとターニングポイントに近づいてきているんじゃないかというのは一つ分かるのかなというふうに思います。でここから見ていきたいポイントとしましては今後ですねセルサイドリスクシナリオということで。 さらに売りが出る、まあ、それぐらいそのリスクについてちょっと考えていきたいというふうに思います。でこの黒い線がですねビットコインの現在の価格の推移なんですけれどもこの赤に関しましてはローバリューリアライゼーションということで今非常に売りのリスクが少ないところですよ。逆にこの青いところに近いと売りのリスクが高く。 ありますよというようなことを表しているんですがこれどういうふうに計算されているかというとちょっとこちらの方にあるんですけれどもビットコインのセルサイドリスクレシオに関しましては Weekends compare the マグニチュード of total realized profit and loss as a% percentage of the realized cap ということで Realized market cap が分母ですね。 で分子が先ほどの合計したリアライズとプロフィットオワロスなんですけれどもこれがですね、まあ、今非常に低い位置にあるということはリアライズとされ始めた利架され始めた利益が今すごく少ないと。でそんな中、まあ、分母が マーケットキャップなのでマーケッットキャップと比較してこのリアライズとされている利確、まあ、されている利益がかなり低い数字にあるというのが、まあ、今の状況というのがこちらで分かるかなというふうに思います。でそんな今状況の中別の観点から見てみるとリアライズとプロフィットロスというのがまたこのような形で出ていますと。でこれ何かっていうとこの緑の分に関しましてはリアライズとプロフィットがどれぐらい出ているかでかつ。つ この赤の部分はリアライズドロスがどれぐらい出てるかというようなポイントになっていますと。でこのリアライズ、まあ合計するとリアライズドロスの部分がどれぐらい期間がです、ね、続いたかっていうのがこのチャートがですねビヨンと上にグッと上がっているようなところを表していて例えばですけれども2011年から12年にかけてはそのリアライズドロスがですねずっと続いていたタイミングっていうのは約157日そして 2020すみません2015年のタイミングから2016年は300日でしたねでその後2019年から2020年にかけてのレアヤレイストローズつまりベアマーケットの状況なんですけれどもこれは134日そして今回のベアマーケットに関しましては166日かかってましたと。なので過去のベアマーケットを振り返ってみると、まあ、大体150日から140日ぐらいが このリアライズドロスの期間が続くような状況で、まあ、唯一1回だけそのリアライズドロスの期間が300日、まあ、約倍になっていたことはあるんですが大体、まあ、過去のヒストリカルの水準を見てみると大体、まあ、このベアマーケットっていうのは150日ぐらい、まあ、ベアマーケットでここのリアライズドロスが続く期間っていうのは、まあ、今大体150日ぐらいでもうすでに今その期間を終えているような状況ですね。なのでまあ少しずつ マーケットが、えー、まあ転換しているような様子っていうのは、まあ、こういったところから一つ見えるんじゃないかなというふうに思いますはい続いてこちら見ていただきたいんですが、えー、特に赤のラインに注目をしていただきたいんですけれども、えー、ずっとですねここ最近につきましてはこの赤が、まあ、この黒のラインよりもずっと下にありましたとでこれは短期のトレーダーの人たちが、まあ、ずっとですねあのまあロスを出し続けていたような状況に えありましたでつい最近になって、えー、これがですねプラスに転じてきたということで、えー、短期の人たちがまあやっとですね、まあ、利益を出せるような環境になってきたとでこれがまあ大体280日ちょっと続いたんですけども、まあ、前回のまあベアマーケットについてはまあ約209日,20日か、えー、続きましたでこれがまあ前回もプラスに転じたタイミングでまあベアマーケットを抜けたような状況に なったとでもう一つ見ていただきたいのが長期の投資家なんですけれども、まあ、今も長期の投資家やっとですねこれがプラスに転じるかどうかっていうところに来ているんですよね。でこれが前回のベアマーケットの時も長期の投資家が、まあ、プラスにプラスのまあその確定利益確定っていうのができるタイミングで。 ブルマーケットもしくはそのベアマーケットが終えたというような状況にこちらもなってきていました、まあ、一旦その後大きくドーンと下がってはいるんですけれども、まあ、この底打ちっていうところを一つ確認できたようなサインにもなったので、まあ、こういったところも一つ見ておいた方がいいのかなっていうような、まあ、こちらで提示をされています。はい続いいい続ててここちちらら見ていきたいと思うんんですがこちら皆さんにもおなじみの ホドルウェーブという,ふうになっていますこの赤が濃ければ濃いほど短期そしてこのオレンジになればなるほど、まあ、それでも1か月から3か月なんですがここに示されているのは総じて短期のですね トレーダーの人たちがマーケットに今どれぐらいいるかというようなものを表していますで今はですねほぼもう短期の人たちがマーケットに占める割合がですねもうボトムに今なってます今大体12%なんですけれども前回のベアマーケットのタイミングは16%そしてその前は13%その前は14%ということで過去に遡ってみると最も えー、短期投資家の割合がマーケット全体に対して低い水準まで下がってきてるっていうのは、まあ、かなりもうマーケットの売り玉がなくなってきたというような一つのサインでもあるかと思いますし、まあ、売り圧力が弱くなってるっていうのも、まあ、一つこういったところからも、えー、分かるんじゃないかなというふうに思います。はい、で、えー、もうそろそろですね終わりにはなるんですがリアライズ・ト・ホドル・レシオというふうになっているわけなんですけれども、まあ、これ何を示すかっていうと。 こちらにも書いてありますえっりウェルストランスファリングツーマチュアコインというふうにあるんですが前回のですねベアマーケット2018年から19年のベアマーケットのこのタイミングっていうのはどん,どん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 このチャートが下がっていっているとこれっていうのは長期の投資家の人たちがどん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 買っているというようなことですねなのでこのチャートが下に行けば行くほど 長期の投資家がビットコインを買っているようなムーブメントになっていますとでこれが上がっていく次のブルーマーケットが来たタイミングではどん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 上がっていったんですけれども今のこのチャートの水準感を見ると前回のベアマーケットの底をつけたようなタイミングのところまで全体に占めるですねホルダーの長期ホルダーの割合っていうのが増えていると、まあ、こういったところでも一つ分かるのかなというふうに思います。 はい、最後にもう一つ見ておきたいのがこちらのチャートになっておりますでこちらのブルーのラインはですねどういうふうに計算をされているかというと上にも記載がある通り分母がですね1日から3ヶ月の間ビットコインを持っている人たちの数ですねで上が半年から2年、まあ、つまり 短期の人たちと長期ののの人人たたちちとと長割合ってどれぐらいかっていうことですねでこのブルーのラインが上に行けば行くほど長期投資家の割合が多くて下に行けば行くほど短期の人たちの割合が多いとでただしここ最近については非常に長期の,あの2年を超えるような長期投資家の割合が多いので、まあ、ある意味その短期と中期の人たちの割合がどれぐらいの方に。 見てるかというのを示しているようなものになっているんですが、まあ、このチャートを見ても分かる通り、まり、あ、今どん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 このブルーのラインが下にいってますよね。で直近ではものすごくたくさんですね短期の人たちじゃなくて長期の人たちがマーケットの中では増えてはいるんですがやっぱりここ最近のマーケット少し盛り上がりを皆さんも感じていると思いますし、まあ、あとはやっぱりこれまで なかなかなかった資金の動きとかスピード感みたいなものが出てきていると思うんですけれどもそれがやっぱりこの短期の人たちが急激にまたちょっと入っているっていうのにこういったところで表れているんじゃないかなというふうに思います。あまりにもその全体と比べすぎるとこの辺が薄まってしまうということもあって中期トレーダー投資家の人たちと超短期の人たちの割合というところでこういったところを表しているようなこのチャートなんですけれども。 過去の推移を見てみると例えばここもそうですしあとこの辺りもそうなんですけれども、まあ、この短期の人たちが、まあ、中期の人たちと比較して多く増えてくるタイミングっていうのは、まあ、マーケットがですねやっぱりブルーマーケットに向かっていったようなタイミングが非常に多いというか、まあ、全部のブルーマーケットのタイミングでそうなっていたので、まあ、今回今ですねマーケット上がっていますがやっぱり。 一旦ちょっとこのまま上がっていきそうな雰囲気っていうのはこれらのデータを見ても分かるというか感じるんじゃないかなというふうに思っています。で以前からですねずっとオンチェーンのデータを見てファンダメンタルはいいけどなかなか上がらないよねっていう状況が続いていたと思うんですけれどももろもろのデータを見てみると、まあ、底打ちはしたでしょうと。でこれを上昇相場に向かっていくかどうかっていうのを判断していく上でこの短期税のお金が。 ドドドッというふうに入り始めたのは一、まあ、つプラスのサインににはなななるんじゃいいいかなとううふうに思いますでそんな中はやっぱりちょっと気になるのが先週ですねこういう統計の発表があってかつマーケットが非常にちょっと不安定になり始めているようななってしまうような感じがまあ一定程度あると思うので、まあ、こういったデータを見ながらかつマクロのデータも見ながらいろいろとまあ検討しながら マーケットどうなっていくのかなもしくはこういった短期のお金が入り続けるようであればやっぱりしっかりとポジションを自分も積み増していこうかなっていうような考え方もできるんではないかなというふうに思いますで一応ですね僕はあの今後もやっぱりまだまだ不安定である状況は変わらない一方でビットコインがですねやっぱり1万4,000とか1万5,000もしくはその1万ドルとかっていうところまでいくっていうのは想像できなくてある程度ボトムはもうついたというふうに思ってるんですよね。 なので継続的な買いっていうのを入れておきたいと思いますし、まあ、あとはこういったデータが見えているからといってドカーンとこういったトークンに対して入れていくというよりも、まあ、コツ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 ビットコインに関しては積み上げていくというところの戦略を継続してやっていきたいかなというふうに思っています。でやっぱり あのビットコインに関しては非常にボラティティが高いということで、まあ、投資するの怖いなとかっていう方もまあいらっしゃると思うんですが、まあ、ボラティリティが高いっていうことは、まあ、逆にちょっとしかポートフリオの中に持っていなかったとしても、まあ、上振れればですね非常に大きなマーケットの,その,リあの皆さんのポートフリオの額をですね、まあ、額というかリターンを支えるようなものにもなると思いますし、まあ、例えばビットコインが 大きく下落したとしても自分のポートリオンの例えばですよ3%しかなかったとした場合半額になったとし,たとしてもポートリオンに、まあ、例えば1.5%しかあの影響はないわけじゃないですか。なので、まあ、少しでもやっぱり入れておくことによって上振れた時にビットコインがパフォーマンスポートリオンのパフォーマンスに対して 貢献してくれる割合っていうのはやっぱり大きくなると思うのでまあやはりあの多少慣れてもやっぱりビットコインとか仮想通貨っていうのをポートウリオンの中に入れておくことはまあ非常にポートウリオンのパフォーマンスを最終的に上げるまあ期待値を上げるという意味でプラスに寄与してくれるんではないかなというものでまあそういったところも検討しながら見ていただけるといいんじゃないかなというふうに思っています。はいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。